皆さんこんにちは。今日もセクシーに瀬戸セイラです。はい、というわけでですね、本日はこちらって普通になんか通販みたいになってるけどさ、足枕ってわかる？寝るときにちょっと足を高くして寝ると血流が良くなって、まあ、要はさ、人間ってさ、こう重力的にさ足が下にあるから、どうしてもこう足の方に血流とか水分が溜まりやすくて足がむくみやすいぞと。だからこう寝てる時に日中足の方に溜まってしまったむくみをちょっと上げてあげると元にこう戻る、体の上の方にも均一化されて足のむくみが取れたりとか。ちょっと前の動画でもお話ししたんですけど、ちょっと不眠症の毛があって足枕をするといいみたい。アマゾンでさ、なんか足枕売ってたからさ、しかもなんかその口コミがすごい良かったから買ってみました。というわけでこちら、あ、面白い。なんかこういうのでチャックになってて、いや私もね、睡眠の質が悪すぎてね、睡眠の質を良くするために今全力なんですよ。あ、こういうことか。あ、はいはいはい、これチャックで、うわ、すごっ。あ、もう低反発だ。これをこうやって、要は、はい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 、あ、なるほどね。ちょっとすいませんね、太いお足で。なんか、あ、なるほどなるほどなるほど、はいはいはい。そりゃそうだけどさ、こういうさ変な上がり方じゃないから、しかも低反発だし、本当にちょっと上がるくらい。あ、これは良さそうだ。なるほどね、本当にちょっと上げるくらいだ。うわ、これめっちゃいいな。もう触り心地ムニュンムニュンなんだけど、これをさ手に入れて本当に睡眠の質が上がるのかとか、足のむくみが取れた感じがするのかっていうのをレビューしていきたいと思います。本当にね、私足のむくみやばくて、朝起きた時とかも足の疲れだけ取れてない感じがするっていうこと結構あるんだよね。なんかちょっと試していきたいと思います。え、これめっちゃ気持ちいいんだけど。中入るか。猫ってなんでこんな狭いとこ入るんだろうね。かわいい。枕のケースにすっぽり入っちゃった。ほら、はいはい、すごい。ほら、というわけで試していきたいと思います。はい、というわけであれから1週間ぐらいこのね足枕使ってみたんですけど、めっちゃねいい。なんか本当に低反発でこう戻りわかる、このふわふわ感。ほら、ちなみにメルがすごい気に入っちゃってさ、切りぐるみみたいになっちゃってんだけどさ、本当にいい。結構さ足のさ下の方にやると蹴飛ばしちゃってベッドの下に落ちちゃうから、結構私はもう膝下ぐらい、ここあたりで挟んで寝てる。すっごいいい。いや、すごいね、気持ちいい。前は結構朝起きた時に足の疲労感っていうのが残ってる時はちょこちょこあったの。なんか多分私足のむくみがね深刻なんだよね。もう今とか氷のように冷たい、もん下行かなぐらい。でも少し緩和されたかなって気がする。足枕めっちゃいいね。いや、なんかこれ別に足が細くなったっていう感じがするとかよりは、どっちかっていうと足の疲れが取れやすくなったみたいな感じ。これにあのメディキュットとかさしてさ、でメディキュットしてエディキュットして寝るともう超気持ちいい。なんか足の疲れの取れ方全然違う、足枕。はい、というわけでなんか足の疲れが気になるとかいう人は足枕めっちゃいいっすよ。 Amazon でいくらぐらいだったかな、下にリンク貼ってます。いや、本当に安眠のためのグッズね、めちゃくちゃ探してるので、快適な睡眠に関する情報も発信していきたいと思いますので、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで瀬戸セイラでした。バイバーイ。